規則も手前入れり、右近も動くべき様にもあらねば、近き恩貴重を引き寄せて、なおも手前入れとのたもう。礼ならぬことにて、恩前近くもえ参らぬ つましさに、嘆しにもえ登らず、なおもてこや、ところに従いてこそ、と召し寄せてみたまえば、ただこの枕紙に夢に見えつる形したる女、面影に見えてふと消えうせぬ。ね。明かりは持ってきたんだけれども、もちろん、言いつけに従って、預かりの息子が明かりを持ってきたわけでしょうが、右近を動くべき、その、体を起こして、テキパキと動くような様子では全くないから、源氏が行動しなければならないんです。そんな明かりを持ってきた男に、このただなる様になっている夕顔の女の姿を見せたくないわけです。だから近き恩貴重を引き寄せて、そばにあったその移動式のカーテンですね、貴重を引き寄せて、つまり夕顔の姿を隠しておいて、そしてなおもてまいれ、もっと近く明かりを持ってこいとおっしゃる。礼ならぬことにて、こんな貴人の、しかも女と共にいる場所へ、お供の者なんかが近々と近づくなんてことは全く礼のないことだ。礼ならぬことにて、常々には全くないことであって、本前近くも永前らぬつつましさに、そう言われてもなかなかおそば近くにはよう近づけない、そのつつましさに、嘆しにもええ登らず。嘆しというのはこの下のかまちですね、この場合は下嘆しと普通言われるもので、この柱と柱との間のこう下の方をつないでいる板のような材木です。柱の下にこう横に長く渡してある材木、それがすのこの間、それから母屋の境にこうすのこの間のとその庇の間の間に、それから庇の間の間と母屋の間に渡してあるわけですね、それぞれ。その、これはですから、すのこの間と庇の間の間の、おそらく下嘆しでしょう。そこにも、そこまでもよう上がってこない。源氏に遠慮して、そこまでもよう近づいてこない。嘆しにもええ登らず。それで、じれたくなってるわけです、源氏は。なおもてこや、ところに従いてこそ、もっと近くへ持ってこい。遠慮も場所によってだ。時と場所によってだ。というふうな気持ちですね。今はそんな時じゃないんだ。もっとそばへ持ってこい。とて、召し寄せてみたまえば。ただこの枕紙に夢に見えつる形したる女。さっきの枕紙に立った、夢の中で見えた姿を表した、同じ形の女が、面影に見えて、
幻影にまざまざと幻に見えて、前にも言ったようにそれは実体とは違いますけれども、しかしまざまざと目に見えるわけです。それは霊的なものがそこにやはり来ているから、だから実体ではないけれどもありありとした幻の形を見せるわけですね。面影に見えて、幻に見えて、そしてふっとその姿を消え失せてしまった。昔物語などにかかることは聞け、昔物語などにこそかかることは聞けと意図を珍しかにむくつけければ、まずこの人いかになりぬぞとおぼす心騒ぎに、身の上も知られたまわず添い伏して、ややっと驚かしたまえど、ただ冷えに冷え入りて、息はとく耐え果てにけり、言わん方なし。昔物語の中なんかにこそこういうことは聞いたことがある。前にも言いましたけれども、伊勢物語なんかにも出てきますし、その他にもこういう古い屋敷や、あるいは古い荒れた場所へ、女性と共にこもった時に、大体そういう古い屋敷の古い建物には、そこに住み着いている霊的なものがいて、そして出てくるわけですね。でここのこの夢の中に光源氏もまざまざと枕髪に立つ姿を見た。そして、この夕顔の女に取り付いて、夕顔の女の魂を失わせてしまう、その霊的なものは実態は何なのかということは、結局はっきりこう昔から分かっていない。一番まあ考えられやすいのは、その六条の目安ところ、やがて、もう少し後に出てくるその生き霊となり、あるいは死霊、死んだ後は死霊となって、源氏の、周りの人、源氏が愛する女性にたたる六条の目安ところの生き霊、この場合はまだ生きているわけですから生き霊ということも考えられますけど、どうもこの現れ方は、六条の目安どころの生き霊とは思えない。むしろ伝説にもすでに当時あったはずの、この屋敷の古屋敷のに、ついている魂、霊的なもの、それが、自分のところへこう光源氏がこんな物おじしやすい女、若い女を連れて、そして非常に不用意な形でやってきた。まるで飛んで火にいるな、ね、虫のような形で、不用意にやってきた。案の定ここへ出てきて、そしてその女を取り殺してしまうというふうに、昔からおそらく考えてこの部分を聞いていた、あるいは読んでいたはずだと思われるんですね。古屋敷のおそらく霊、鬼一口、あるいは、成平のあばらなる蔵に出てきた、で女をやはり奪ってしまった、その霊的なものというパターンで見ていたんだと。大体源氏を読んできた人たちはみんな理解して読んでいる、そういうふうに考えて読んでいるんですが、で、で昔の物語なんかにこそかかることは聞いていると意図珍かにむくつけけれど、ように珍しくまた気味悪く感じられるけれども、何よりもまずこの人いかになりぬぞとおぼうす心騒ぎに、
一体この女はどうなってしまうんだろうとお思いになる、その心騒ぎに身の上も知られたまわず添い伏して、自分の身の上なんかももうお考えになる意図などなくって、ひたすら身を沿わせて伏していらっしゃって、ややっと驚かしたまえど、おいおいというふうにして、正気なくなっているその女を起こそうとなさるけれども、つまり目覚めさせようとなさるけれども、驚かしたまえど、目覚めさせようとなさるけれども、ただ冷えに冷え入りて、もうすっかり冷え切ってしまって、息はとっくに耐え果ててしまっていた。なんとも言いようがない